さてさて、今回はですね、素晴らしいゲストに来ていただきました。2回目のご登場になりますね、中野京子さんです。よろしくお願いします。中野さん、また新著が出たらぜひ来てくださいっていうね話を以前してたんですけども、出たわよっていうことでこちら名画と建造物というね、10月の12日に角川さんから出てるんですけれども、まあ中野さんも次から次へといい切り口を思いつきますね。いや結構ね、大きい建物とか好きなのでなんか後書きにも書いていらっしゃいましたね。大きい建物が好き、それと大工さんも好き、かっこよくて好きなので、はいはいはい、まあ、建物のない絵ってほとんどないじゃないですか。そうですね、何らかの建造物が書いてありますもんね。そうなんです、それでまあ建造物だから、銅像とか、からまあ教会とか、こういうふうな架空の楼閣的なものとか、橋とかね、あと風車とかね、はい、あの京都の風車とか、よく見つけてくるなっていう感じで、はい、変なやりました。いやいや、あの誰だっていう画家はいましたよそうなんです。いやでも俺あの取り揃えて、やっぱあの冒頭にホッパーの、あの映画のね、最古の、あの家のモデルになったというこのカリフォルニアゴシックのね、これ持ってきたのはさすがだと思いましたよ。ホッパーもっと知られていいかなと思って知らせたいんですけど、著作権使用料が高い。そうなんですよね。高いんですよ、アメリカは。展覧会あるといいですね。そう、もうそこ、それが最大のネックなんですよ。これなんか連載されてたんですか。はい、毎日が発見っていう、角川の、はいはい、雑誌で連載してて、はい、まとめられたということでね。で、どの作品の話をしていただけますか。今日はやっぱり私橋が好きで、橋の本まで出したぐらいなので、はい、最初は橋からやろうかな。いや、はい、あ、これはもう皆さんご存知、はい、ゴッホのアルルの羽橋ですね、はい、ゴッホがアルルに来て日本の光だって喜んで、ね、日本そのものだとかって日本そのものだ言ってましたね、なんか日本ラブでしたね、勝手な思い込んだ日本ですからね。そうですね、はい、あのいろいろ模写もしてますもんね、浮世絵とかね、やってますね、はい、なんかね。で、アルル着いた日雪だったのに日本の雪景色だあ、そうですか、それ知らなかった。そう、2月についてアルル異常気象で積雪60センチだったのそうだったんですか。普通えって思うはずなんだけど、これが僕の夢見ていた日本の雪景色だっつって、もう鼻から決めてかかってるから日本だって変人ですもんねで、これはもうなんていうか、あのゴーギャンが来る前で、来たらもう地獄になるんですけど、来る前はもうワクワクしてるから、ハッピーというか幸せ感がすごくありますね。多幸感、多幸感溢れる絵ですよね。でこの橋、木橋でね、本来だったらもう今はなくなってるような橋なんだけれども、なんかコンクリの橋になっちゃったって。そうなんです。で私の本は絵画で描かれた建造物が今どうなってるかもう写真で載せたりしてるんですね、でそれがまあ今これですね。これだから別の場所にこれ作ったって書いてありましたよ。やっぱり同じところではダメだったんですね。同じところのこのラングラー橋はこれはコンクリになっちゃったけど、そしてまたさらにもうちょっと行って、ところにこれを建てて、なんかゴッホの何々とかって看板もあるみたいですね。で割と観光用に建てた。観光用ですね、うんうん、でもこういう風になってるんだなっていうのはすごくよく分かりましたけどね、仕組みがね、それで意外とここは低いけど、これも割と低かったんじゃないかな、ゴッホが。実際は、どうなんでしょうね、見上げて。でも一応ここ船が通るために羽橋にしてあるから、まあ ね、それなりの高さはあった方が。ヨットの帆でしょうね。帆ですよね、多分ね、そんなにでかい船は入れませんもんね。そうですね、運河ですもんね、ここ運河ですもんね。なんか非常にのどかでいいかなと思って、はい、あとその洗濯してますよね、はいはい、この時3月かなんかだったんですよ確かね、だからいくらアルルがね、南国だってここまで言ってますからね、南仏そこまで暖かくないだろうっていう、だから結構水もすごく綺麗に見せてるけど、実際はゴーギャンが書いてるんですけど、あのアルルはフランスで一番汚い町だって言って、こんなに不潔だとかってわーって書いてるんですね、全然違うんですよね、
じゃあ川も汚かったのかな、汚いと思う実際は。だって実際こうやって洗濯して、うん、シャボンもこうそのままやってるわけでしょ、はい、で下水もこういうふうに流したりとか、流しっぱなしですよ、はい、だけど取水もしてんですよね、はい、相当汚いんじゃないんですか。まあそうだと思いますよ、ね、はい。であちょっとこの洗濯女のあれなんですけど、はい、そうですね、あのアンデルセン、あのアンデルセンのお母さんが、うん、あのアルコール中毒 で、はい、でお前のお母さんはこうじゃないかって言われた時に怒り出して、うんはい、うちの母親は、うん、あの洗濯女だったから、はい、寒くてだって天幕ですからね、はい、寒くてお酒を飲まないでいられなかったんだと、はい、体を温めるために、はいはい、それなのにそんなこと言うなって言って怒ったっていうあのエピソードがあるんですね、うん、だからこれものどかにやってるけど寒いんじゃないのかな。まあ寒いでしょうそれ、うん、冷たい、ね、冷たいと思いますよ。冷たいし汚かったんだと思いますよ。そうですよね。でもまあこうやって見たらなんかのどかだし、うん、この人たちの声も聞こえそうな感じで、うん、まあ本当にこれからいいことがあるんだなって思って書いてるたんでしょう、うん、思ってたと思いますよ。この子はもうここはヨーロッパの日本だって言ってみんなここに来いって言って絶好調の頃ですからね。日本の画家はみんな共同生活をしてるんだとかわけのわかんないこと言って、そんなこと言ってるんですか。そうですよ。だからあの黄色い家買って、し して、ね、うん、で日本の画家はゴーギャンしか来ないでね、そう肖像画を送り合うんだって言って、であのボンズと、あ、そうですね、うん、だからあれも結局日本人のつもりなんですよ、あの肖像画も、うんうん、で娘っていう絵描いてるでしょ、うん、あれもだからアルルの少女を描いてるけど日本の娘の、あ、そうなんですか。写真とか見てないのかな。いや写真どころか浮世絵しか見てないんだ。いやでも写真見てると思いますけど、ゴッホってもうこう思ったらこういう人じゃない、うん、であれなんで娘かっていうとおちょぼ口させてんですよ。あ、それはいいんじゃないですか。これがこれ日本の娘はおちょぼ口だっていう思い込みが、もう思い込んだら、ね、あの中野さんがね、ゴッホはあの片思いの男のようにね、うん、アルルもね実際は汚かったのに、うん、綺麗なとこしか見ないって言うけど、もう一生片思いの男でしょゴッホって。そうですね、はい、だって嫌でしょこういう人とはね、みんな逃げてくんだもん。だってストーカーに隠れる、そうそうですよ、ね、100% ストーキングしてきますから、うん、ゴーギャンだって逃げちゃったんだよね、はい、ゴーギャンだって夜目覚めたらゴッホがこうやって立ってるんだもん、そりゃ怖いのかな。ゴーギャンこわもての感じするんですけどね、こわもての感じのゴーギャンが怖がったんだから。そうですね。それにカールって言ったら耳を切ったとか、耳も全部切った説と耳たぶだけだとか、でも全部切った説でいいみたいですよ。そうですか、まあ、私の YouTube でもやりましたけど、うん、あの治療をしたあのゴッホも絵を描いているフェリックス・レイっていうお医者さん、うん、はいはい、であのカーク・ダグラスが主演した映画あったでしょ、ホノスとゴッホ、であの原作者がフェリックス・レイに取材、うん、問い合わせをしてるんですよ、うんうん、でその返事っていうのが返ってきてて、それがカリフォルニア大学の図書館にずっとあったのが、わりかし最近発見されて、でこういうふうに切ってましたよっていうのをフェリックス・レイが図で書いてるんですよ。でそれ見ると結構バッサリ、すごいですね、言ってますね。なんか変、なんか何かの映画でゴーギャンが杖を持ってて、はい、それが仕込み杖でゴーギャンが聞いたとかで、そんなのがあったりして面白いの。それはドイツの先生でそれをずっと言ってる人がいるんですよ、ちゃんとした美術史家ですよ、あのとんでもなしさじゃなくて、でそのとかとにかくあのアルルの警察のね、あの昔の資料とか、うん、そういうもう とにかく徹底的に調べて、でゴーギャンがアルルに来た時にサーベルを持ってきたっていう記録があるんですって。だけども帰りの荷物の中にそれがないって言うんですよ。だからゴーギャンが切ったのをゴッホがかばってる説っていうのを唱えて人がいて、何年か前にそれ新聞記事になったんですよね。で僕はあの YouTube でその話をするときに、そういえばあの先生どうしてるかなと思って検索したら、ずっともうそれのホームページまで作って、うん、あ、その説をずっと唱えてる。そういう魅力もあるんでしょうね、ゴッホの人生っていうかね。
うん、だってあれほど手紙とか多いじゃないですか、うん、あれほど資料が多いのにこれほど謎の多い人っていうのも珍しい。そうですね、自殺かどうかも分かんない、分かんないとか、まあ、今他殺説濃厚ですから、はい、面白いですね、はい、それで、うん、今度 橋の話なんですけど、うん、これはまあこういう二重構造ではとなるじゃないですか。これは人力で上げてたんですか。あ、結局ね橋って東大森とか風車森と同じように橋森がいて、はい、だからどっかにいてこう通る時にはこう人力でやってたんじゃないかって言われてますね。こんなのだったらそうじゃないですか、機械。そうですね、機械じゃないですよね、これ素朴な疑問なんですけどね、そうなると2人必要ですよね。あ、考えてみなかったあ、本当ですね、順番に上げてこっち上げちゃったら渡れなくなっちゃうから、ね、あ、こっち側でどう、そうですよ ね両方でせーのでやらないと、両方でどっか上げたら上がるってことはないんですかね、私よくわかんない。あ、一箇所やると両方は上がる、うん、あ、そう。でもこの仕組みはこの絵は正しいかどうかがわからないんですけど、あ、そんなことないですね、こうなっちゃいますね、これ連動してないですよね、これだからやっぱり全然連動してない、2人必要なんじゃないのかな、2人いたのかね、それとも近所の人がやったのかね、知らね、 あんまりは通らないんでしょうね、きっとね、まあそうでしょうね、うん、そうですね、あのここを船通ることはめったにないっていう感じなんでしょうね。このゴッホのはこの木橋なんですけど、はい、ヨーロッパの都市はほとんどが石橋じゃないですか、はいはい、それで日本人はあんまりわからないことなんだけれども、うん、これなんですよね、これノートルダム橋なんですよね、はい、これ今のノートルダム橋からは想像もつかないですが、結局ね橋ったってどこにあるのって思うと思うんですけど、これ橋で、うん、橋の上に家型っていう、高いのでは7階建てみたいのもあったみたいです、うん、これは誰が描いたいですか。これはね、全然有名じゃない人なんですよね、はい、ラグーネっていう人の名前を一瞬忘れましたね、はい、というぐらいの人なんですけど、はい、18世紀ぐらいの人でしたっけ。あ、そうですね、でこういうふうに家を建てられる条件は石橋であることと、つまりだから木橋はダメだから日本はダメですね、それから日本みたいにあの急流じゃないですか、日本っていうのは山があってバーッと流れてくる、うん、そういうところはダメなんですね、こうやってゆったりゆったり流れている川だからなんですね、うん、それと都市の成り立ちっていうのはもともと城塞都市じゃないですか、要塞っていう意味ですか、はいはい、だから城塞にぐるっと囲まれてキャパがもう決まってるから人口が増えると、うん、広がりにくいんですよね、それで結構ここが住居になって、うん、それでこの橋のところに番号を振ったらしいんですね、その番号が今のパリの住居表示の最初と言われているみたいです。これはそのニコラス・ジャン・バティスト・ラグーネという人のノートルダム橋の槍試合、はい、だから本当はこの橋はどうでもいいんですね、橋は当時の人にとっては珍しくはないから、今の私たちは橋の方が珍しいんだけれども、この時代はそうじゃなくって槍試合をしてるんですね。槍試合って何ですか。この船に乗ってボートですね、はい、ボートに乗って、うん、あれと同じですね、貴族は馬上槍試合するじゃないですか、はいはい、本当の槍じゃなくて丸、うん、それを船に乗って庶民がやる相当荒っぽいやつなんですね、それで女性もいるんですよね、女性の船頭さんもいたみたいで、その人がここにもいますね、うん、これは別に女神かなと思ったらそうじゃなくて、うん、船頭さんがいたから、女性の船頭さん、これでなんか槍ついて水の中に落としたり、そうなんです、結構危ないと思うんですよね、うん、船がいっぱいあるから、はい、水面に出ようとした時とか頭ゴーンとか来るやつですよね、これ、まあ、馬上槍試合でも死人が出ますからね、これも気をつけないと死にますね、そうですね、で、まあ、とにかくそれをみんながここで見てる、見てるんです、はい、窓から見てたりして、はい、すごい盛り上がって、まだ今もやってるところあるみたいです、うん、槍試合は、うん、その水上槍試合が、うん、このでもノートルダム橋は木の橋の時にもう家建てて、そしたら崩落したらしい、石でもねこう崩落するんですよ、崩落したんで、それでそっちはロンドンの方だったかな、大抵お店なんですよね、うん、そうするとどんどん捨てるんですよ、ゴミを、うん、生活用品を、そしたらここら辺のところにわーっと溜まっちゃってヘドロのようになって、でそれを掃除をしたんですって、掃除したら急にバーッと流れたんで橋も流れちゃったって話なるほど、なかなかすごいんですよね、でこれその
つまり日本人はそんな橋に家を建てるっていう発想ないし、ないですね、木だから建てないじゃないですか。木だし恐竜ですからね、先ほどおっしゃったように。そうなの。何よりも危ないっていう意識があるから、俺たちは、うん、川は危ないっていう意識があるからそこに住もうと思わないですよ、ね。はい、教会とかもあったりしたんですよね。だから橋で一生を終えることができるっていう、なんか橋が町になってる。そうなんです、うん、何でも買えるし、教会で学校もあるじゃないですか、勉強も教えてもらえるとかで一生過ごすとかっていう話もあったりなんです。橋の子っていう。そうそうです、うん、長い橋で。これでも1786年にこれ全部撤去されるんですけど、うん、その理由が先ほどね中野さんがまさにおっしゃった理由で、やっぱり衛生ですって。だからこの下にもうまた溜まっちゃったんですね、排泄物から、ゴミから全部落としちゃうから。そうなんです。あとね、もう一つは、うん、あの交通量が増えると、うん、あの結局 こっち側とこっち側がに建物がこう建ってるわけじゃないですか、うん、で真ん中しか歩けないというか馬車とか、うん、で交通量が増えてくると拡幅しないといけない。そうそう、それで邪魔だっていうのも一つあるみたいです、ね。なるほどね、うん、いろんな意味でそんなことがあって、こう18世紀の終わりにはこの橋の上の建物は撤去されてしまって、うん、この橋自体今もありますよね。そうですね、ノートルダム橋は後でまた出てくるんですが、はい、先にこれが印象派のルノワールのポンヌフって新しい橋っていう意味じゃないですか、はい、でそれは何でかっていうと、それまではこういうふうにみんな家がこうね、うん、あったのに、それがない初めての橋だったのでポンヌフってつけたって言われていますね。新橋という意味ですね、新しい橋、はい、でこれが1607年かなんかに、もうこのパリに行くと必ず言われるやつですよね。新橋ポンヌフという名前だけど一番古い橋なんですよって必ず言いますよね、ガイドが。でもここのねバルコニーみたいなのがついてて、ここにちっちゃいお店が建ってたみたい。そうなんですね、うん、あの19世紀の初期ぐらいの絵だと、ここになんかニューススタンドみたいなとか焼き栗屋とかがちょっと建ってますね。だから多分最初はそうだったけど、それも今なくなって、今はもう人が覗いたりするところになってますもんね。そうですね。だからもうこれは作られた時のまんまなんですよね。すごいですね、石橋の寿命って ね、 だからすごい、うん、丈夫なんですよね。だからあの日本の新橋にもポンヌフっていうお店がありますよね。あ、そうですか。ナポリタンで有名な。ナポリタン。はい、あのナポリタン好きはみんな知ってます。はい、ポンヌフ。あ、そうなんですか。はい。それでもう一つあれなんですけど、はい、またやっぱり、うん、ルイ15世の時代なんですけど、はい、これがバトーですね、はい、有名な看板絵なんですけど、ジェルさんの看板って言われる絵ですよね、はい、これね。でこのお店がどこにあったかっていう時にですね、はい、私が読んだやつで、橋のたもととかって書いてるのが多いんです、うんうん、だけどおそらくその訳した人は橋の上に日本人の家があるわけないから、あ、橋のたもとなんだなっていうふうに訳したんじゃないかなって思うんですけどね。でも実際は橋の上、そうなんです、橋の上なんです。これはだからジェルさんの看板っていうのは、ジェルさんという画商がいて、その画商のお店の、まあ、広告用にバトーが描いた絵なわけですけれども、そのお店はじゃあどこにあったかというと、さっきのノートルダム橋のこれのどこかにこれのあったんですね、うん、まあでかい建物はありますからね結構、でもね、あの間口は狭くしてんじゃないですか、これもそうだけど、間口狭くして奥行きで、奥は結構ね、うん、っていう風になってたんで、それもなんかあの奥行き出すために川の方に出っ張ってきちゃってますもんね。そうなんですよ、家がほらこれ、そうなので、これ出っ張りはこの杭で支えてんですよ。すごいね。だから衛生上のみならず安全上も極めて危険ですよ、これ。よくこんなところに住むもんですね。ねえ、いやすごい、だって怖くないとかさ、で音も聞こえますよね、川の音。聞こえますよね。ねえ、はい、でも淀川の重曹橋ってでかい橋があるんですけども、うん、みんな気がついてなかったんだけど、うん、その橋桁の下の中に一つの村が、うん、あったんですよ。ええ、もう一回、橋桁のところ、はは上道路の橋なんですけど、橋のこういうあの鉄骨があるでしょ、ええ、あそこの中に
ホームレスの人たちが一つの村を築き上げてて、じゃあ自分たちでなんかテントみたいなの張って、いや、あのコンパネ、コンパネ、コンクリートパネルですよ、パネル、あの木のベニヤ の工事現場にあるあれでもう床作って、でだからそれ寝泊まりしてる、で共同トイレとかって全部下なんですよ。うわ、それで水汲むバケツとか、洗濯とかはそこの淀川の水で。すごいな。あ、これ俺アイデアだなとその時思いましたよ。でも寝返りしちゃう、魚も釣れるんですよ。寝返りしたら落ちちゃうじゃない。落ちない、ちゃんとちゃんと壁もありますから、壁も作ってますよ。本当にあのなんつうかベニヤで囲ったちっちゃい家がいっぱいあるんですよ中に。すごいね。まあこのそ同じぐらい危ないですよこれ。本当ですね、すごい。あの長野さんも書いてましたけど、ベネチアもそうだけど、石の建物を木の杭で支えてるっていうのが、これなんか我々感覚的に大丈夫かって思いますよね。ベネチアも木じゃないですか。でも木は腐らない、腐らないって言うんだけどさ、うん、言うけどあの出てれば腐っちゃうから、うん、空気に触れない限りは腐らない。ら海水だったら腐らないけど、あ、川、あ、川は、あ、ベネスは大丈夫だな。川は、うん、ベネチアはあの、ね、もうあの汽水域だからさ、ね、これはダメですね。これはダメじゃないかと思うんですよね。本当だね。でここにこのジェルさんの店はあったんだよっていうことですよね。これはこれでなかなか見どころの多い絵ですよね、うん、これあれなんですよね、3日間ぐらいは飾ったみたいなんですよね、はい、あのなんかお店の看板用に書いてあったんだけど、ね、売れちゃったんでしょ、あまりにも素晴らしいから。あれですよ、プロイセンのフリドリヒ大王ですよ、買ったの。ああ、そうですか、ね、フリドリヒ大王はあんなこわもてなのに、うん、あの結構ロココが好きで、あ、だって宮殿が三寸とか、そうそうそう、はい、バリバリロココで、はい、だから結構バトン、まあ、これとそれからあのシテとステルトの、はい、あれのバージョンの方を買いましたね、はい、これルイ14世の肖像ですよね。そうです、そうです。これこんな木箱に入れて売れない売れなかったいや、もうねこれ亡くなってから 4,5 年経ってからの絵、まあそういうふうにしたって我が国で御神苑をこんな扱いしたらもう大変ですよ。もうなんかルイ14世あまりにも長くてみんな飽き飽きしててっていうのもあるかもしれない、うん、なるほどね。まあそういう、これは橋の上にあったお店だよということですよね。はい、そんな橋シリーズ、これはぜひ見てくださいっていう。ああ、あるの、ね、これさっきのとこ行かれたんですか、中野さん。いや、あの本当の橋のとこ、いや行かないです、あの後で作ってどうなるか分からないアルルに行くとさっきのやつがありますよっていうことですよね。アルルってミストラルかなんかがわーっと吹くんですよね、らしいですよね。すごく汚い、うん、らしい。でゴーギャンが描いてる。ゴーギャンはとにかくアドルも気に食わなければ、ザレなんですよね。うん、あのゴーも怖くて早くポンタパンに帰りたいんですよ。よくあの2人がでも2ヶ月ぐらいはいたんですよ、ね。2ヶ月です。はい、すごいですよね、不思議な感じ。いや、だってもうテオがもう顎足全部出すし、うん、作品全部描いとるからって言って頼んで。1ヶ月ぐらいはでも仲良くやってるんですよね。一緒に外に描きに行ってますもんね、一緒に外に描き、その辺まではよかった、うん、っ夜やることも何もないからじゃないですか。でそう、で10月に来て、ですぐ11月になっちゃうじゃない、うん、やっぱりなんか天気が悪い日が続くて、あ、外へ行けなくなっちゃう、うん、やばい、マンツーマンはきついでしょう。そうですね、部屋の中で、しかもトイレもない家でね、はい、隣の大家さんのところまでトイレ行かなくちゃいけないっていう。でもこの頃はもう希望に満ち溢れて、本当ですね、このヨーロッパの日本であるところのアルルに僕たちの芸術家共同体を作るんだっていう。それでもし日本に来れたらどうだったでしょうか。いや、だって日本をさ、タヒチぐらいに思ってますよ、ゴッホ。書いてるの、書いてるの見るとどんだけ南国だと思ってんだよ日本のことをみたいな。この人は本当に思い込んだら、うん、もうダメなんですよ矛盾とかそういうこと。テオがかわいそうでかわいそうで、はい、なんだかね。でもお兄さんを信じていたんですね。そうですよ、高いのを送り続けたんですよ。そうですね、この青いやつだって、うん、みんな高い、一番いい絵の具使ってるから、ね、ひび割れてないっちゅうじゃないですか、ゴッホの絵は。すごいですね、そうですね。じゃあぜひこのあるあれわし、はい、あるに行かれた方
今再現されてるのもあるからご覧になってご奉仕飲んでくださいって、まあ、中田さんのお話、まずは第一弾橋のお話でございました。